名前の方もいらないんで、はい、まあ今松田さんの方から面白おかしくとやりましたけど、それでも結局メクロ自体がそんなにどうなんですかね、今まで。あ、でも結構いたか。まあ、杉山さんが出て、ゴリタンさんが出て、池山さんも出て、メクロ自体は結構10月出てますね。そうですね、割と10月はキャラ多い方、あれだ、出場回数が多い方なのか、メクロは。そうですかね。まあ、関東だとあとタムがいたりとか、ネクロ使い結構関東にはいるんですが、そうですね、それでまあ、あとヤックのネクロとか、はいはい、あとジュース先ガチで言えば、ね、横にいられるプロレス世界の大変さん率いるデン・ユリアンも、ユリアンもでもまあまあ今日はそうですね、ちゃんと出場回数はかなり多いですよね、はいはい、あとマコトですね。さあ、吉原先生は完全にガチモノです。はい。いや、言うても、本当強いですよ、吉原先生。なんで強いんです、本当に。はい。先日、肘ロック決めたのがちょっとびっくりしました。いや、にはやめてねとか思いながら。ご本人も言ったんですけども、要するに職業から、要するにゲーセンというか、まあ家庭でも、やってる時間ないのにこのレベルを維持してたら相当厳しい、すごいだろうなと思うんですけどね。合間見てきちっとやっぱり練習とかしてるんですよね。さあ、まずは志村けん取っていったが、ここは画面端でエレク入る、追い込みしっかり、はい、さあ、これ追い返す厚巻きエラーって、あの辺はめんどくさいですね。松田さんの話になると、今度は松田さんこれで3回目、2回目タルさん、俺、吉原先生、3回目か。そうですね、はい、志村けんはだから君とやって、あとこれでやって、3回目ぐらい。3回目ですね、志村けん、はいはい、なるほど。さあ、ここは志村けん先生、はい、なんかやっぱりどうなんだろう、まあ言うても剣が強いんでしょうけども、やりづらいキャラではあるんでしょうね。道具に対してはすごい印象するらしいです、ゴーキーが。まあ見た目そんな感じはしますけども、でも言うてもネクロ側も結構厳しいっちゃ厳しいんでしょうね、道具は。立ち島がすごい、ネクロ立ち島がすごい機能するのが道具戦の印象ですね。中足とかの外側からネクロがタッチバックってるっていう印象がすごい強いです。さあ、ドリルドリル画面足固めていく、ここはリープガードしていく、はい、これはね、エレクがね、ガードしてもマイナー5とか6とかそんなんなんですよね。ドリル、さあ、ここはしっかりしてるな。あのスネークハング、はい、これはジェンダーしかない、ジェンダーハンカク決めて、小木攻めか、裏は前歩きで、ちょっと前歩きで投げました。トリニアス戻って、これまだディープ、ディープ、さあ、これはしびれる、ドリル、トルネードかわしてる、最後着地に中肘、これね、松田さんにね、お笑いでやれって、俺と大変で2人やらせてくれて、な、試合内容全然お笑いじゃないですね、これね結構本当にガチですよ、これお笑いにやれって難しい、難しいですよね、これちょっと面白おかしくやってくるよって松田さんに今言われたんですけど、おー、これはお見事、タイトル、デンジエレク、おいちしっかり、うわー、すげえ、フールに決めて、吉野先生取り返す、大レンジエレクってのがすごい渋いですね。さあ、なかなかネクロのコンボはいっぱいあるので、どれがどうなのかちょっと僕は分かりませんか。まあでも、めちゃめちゃ上手いのは分かります。さあ、審判対象、ここは志村けんです。あとね、まあ、志村けんに関しては、立ち中キックの使い方が本当にうまい。
マサさんは。あれは結局あのそこにあの透かしてもあの下黒のフェイクになってるんですよね。はいはい、そうですね。さあ吉原先生のビギナーズで組んだという方が明らかに強くなっとると。はい。見つかって、さあこのエレクでビヨッティング。そう、2回の読み合いでスタートできるのがネクロの魅力と、はい、エレクが2回入れば大体どんなキャラでも寄りますと。最大ヤンドはさあ噛み合って EX ファンクが取っていく。しかし上げ昇竜、割り切っていっていったロッテ、これはなかった投げが連れてしまう。さあドリルがやっぱ面倒くさそうですね。そうですね、あれ下風呂入っている、ひじえぐこれも反撃しっかり寄ったタイトルからの大レンジ。さあ吉原先生2連勝、はい、これで、吉原先生の 2位ですね。1ですね。ごめん、これ面白くできない、これ、これちょっとあの真面目にあの剣使いとネクロ使いの声したりちょっと来てもらって喋ってもらった方がいいんじゃないかっていう。どっちもいない。どっちもいないあ、ダンスにいるけど、ダンスには今乗り合いしてます。はい、これあのちょっとあの俺らであのバカ解説できないのね、これね、はい、ちょっとマジやる、ちょっとレベル高すぎて。タブがお怒り、タブがお怒りですと、マジですか。ちょっとダムさん、じゃあちょっと今から来てください。いやー、リブうまい。投げる、投げ返す、画面足。さあ、ネクロの手取り。さあ、画面足、ここは投げが通る。投げる、ひじ。さあ、画面下に逃がさない、ダイブル徐々に奪っていって、最後は愛知。まあ、正直あの、はい、あのなかなか便利はないので、あの端々あの変なところはご用意。三角のエレク、三角なのかな、エレク発生が4とかなのか。しかもこの足自体がめちゃめちゃ速いですよね、このエレク。あっという間に画面から端々に届きますからね。なんだろう、ゲージの長さからいうその SA としてはすごい優秀だし、優秀ですよね、この SA は。スタンチも高いし。リプ着地にエレクを合わせる。さあ取り返していって、お互いゲージがほぼかな。しかしこの人体より短いこのエレクゲージってやっぱすごいですよね。そうですね、先にたまりますからね。でネクロもゲージ溜める能力はかなり高いですからね。一文字、やっぱネクロ戦はドリルが基本になってくるのかな。あれを対処できるかできないかでやっぱかなり違ってくる。ギャラによると思うんですけどね、対処できるキャラもちゃんといるんですけど。ここは着地に足合わせて、そして井村健取り返して2位、いい勝負、いい勝負ですね。本当にガチですね、これ。今から面白おかしくつっても無理だから。無理ですね、これね。これは先の2試合と何ら遜色のない試合をこの2人は展開してるんですが、松田さんネクロ使ってたらしいんですけど、はい、松田さんサブでネクロ使いますよ。はい、はい、セカンドが確かネクロだったのかな。いや、サードでもネクロは松田さん使いますけど、たまに出てきますね。だからネクロの、行動は、松田さんは知ってる。画面足がきつい。リープもしっかり立つ。投げて第2上位置、もう一回投げて、今度はアッパー、そしてビフォーラスイング。
なんだ。ここは割り切った勝利。怖い怖から陣内こんなしフランケペース。さあここから中肘からしゃがみだとつながるスネッパム。さあ決めて大きい攻めが岸を見る。投げて投げていく。ブロッテネクロワは本当にドリルを起点にして上から行ってますね、吉田先生は。飛びをクネクで落として、はい、コアコア着地に合わせていく。さすがにね、ナンバさんもね、ネクロを使うんでね、やっぱその辺の飛びの対応力っていうのがやっぱりあれね、高いんで、そんなに一方的にならずに、いい勝負が逃げてますけど。ここはぶっ込んでいったら、足から投げて、ガメ足。さあ、まだネクロはある。ダッシュ、ここはコアコア。っていうか、コアしか。さばいていく志村けん取り返してというか2連勝ですねこれ、はい、なんか今大変さに挑戦状が 18? 達王寺じゃねえか二郎さんじゃないですか。はい初ですね二郎太平。二郎太平は二郎太平ちょっと未来が見えないですね。俺は見たいな二郎太平。二郎太平はどうなの。どうなの。惨殺されると思います。惨殺、はい。で、トミーにも乗っかってくると。やめてください。トミーに誰、トミーに本人これ。トミーにこれは運がいいよ本人です。運がいい本人。本人です。ついにそういうことできるようになった。そう、僕と組むより僕とやりたいって言ってチームを一切組まないことを公言してる人なんです。さあ、クテク落としていく。ここは志村けん先生。どういる？さあ、これがしっかりかもしれない。今、佐野陣内。投げて。パッカー届きない。これで飛び入って6戦目ですかね。そろそろお互いの手の内が大体分かってくる来た頃でしょうから。そうですね、動き、表現が回るかもしれません。そろそろ、ちょっと動きが第一段階変わる時間帯なんですよね、これね。はいね。両方ブロって、ここ出し切ってた。投げていく、志村けん、これで4本選手。先に対応力を見せたのが志村けんの方なのかなっていう感じですね、今ね。さあ、そこに対して、吉野さんがどう対応していくかが、これからの時の展開になっていくでしょう。さあ、ジュサギガチバトル、最初と、中盤、そして最後の最終盤になると、なんていうか、お互いの動きが全く変わってくるというのが面白みがある。これが面白みでして。どこまでそのプレイヤーの対応力というか、引き出しの多さが、求められるかという試合になってくるんで、これは。そういう意味ではとりあえずは今、先行しているのは松田さんの方なのかなという感じですね。そうですね。さあ投げてる。ただ松田さんの場合は集中力という問題がありますので、はい、シニアワークということです。シニアワーク俺が言うのもなんですけども、はい、本人は多分早めに切りをつけたいという意識が多分高いと思います。なるほど。はい。
さあ今度はネクロが画面端、下村入っていく。さあ画面端ラッシュ、小足からフライングバイパー、バイパーで肘つながる、はい、動いたところに肘が合わせ置いてあったって感じですね。マイチ竹山れ N 滝から大肘、さあたまらず陣内に当たってしまう、フォーカー打っていった。さあしかし結果はもうこれでした。キム肘確認が漏れませんね。これで一本取り返して、吉原先生3の志村けんが4。さあまだまだ分かんないですよこれ。さあこれで第8試合に入ります。足出して80パス足込めて、オーバーティー締めて昇竜まで打っていく。そしてこの場所ライン流れるようなでいけ、やっぱりネクロをやっぱりあってド密着でどん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 くっつけてこられるのは嫌なんですかね。どうなんでしょう、やっぱりというかどっちなんでしょうね。そのこれワンパのダメージなのかスタンダーか、ネクロも2本溜まったらあっという間にスタンできるというところもあるので、なかなか細かいところは誰かメインキャラしてくれ。さあおっと、ここはミスを逃さず志村けん切り返してくれ。さあしゃがみで食らって連続ヒット、最後は着信中1。さあこれで1本取り返す。まあ昇竜昇竜ネクロは確か昇竜昇竜は画面端は移動はいらないですよね。そのまんま入りそうですね、はい、ネクロは空中だとすごく値判定がでかいんじゃない。さあここは陣内入っていた。これはちょっとミスかな、この確認が本当にミスりません、はい、しっかりヒット確認できている。よかった。さあ中足これで中央も移動いらない、はい、エレナと一緒ですね。エレナも中央で移動入りません、はい、移動入りますね、移動しなくて入ります、はい、さあ休憩入ります。休憩入ります。なかなかないですね、なかなか休憩時にジュースっていう、はい、2人して一歩ずつ買いに入りました、はい、中休み入ります。はい、はい、さあ先に志村けん5本取って折り返しですよ、はい、うん、2人して笑顔ですね。肘TX トルネード、そうですね、一回漏れっぽいダイトルが出てたんですけど、はい、弱中で打つとフォローも効くと。なるほど。要するに弱中で打つと中が漏れてもフォローがある程度効くと、そういう感じですね。さあジュースで気合を入れ直して仕切り直し、はい、今度は、ネクロのステージになってくる、ね、変わりますね。さあニューヨークからモスクワに移動しての対決になります。おっと今のダンキックはすげえな。さあドリルドリル、はい、そこにいい加減にしろと勝利が待っていると、あそこはちゃんと上見てますよね。割り切って弱小で強そうですね。まあ確かに剣の場合はそれは絶対強いことですからね。ここはエリックス配置高藤、エリックは発声募集っぽいんですよね、っぽいっていうかちょっとはっきり分かんないんですけど、
最後は大電磁かな、電磁で削っていく。さあ本当にここはミスらない、しっかり人確認してスタンチが6割、画面足持ってって TX サードで追い返すも、この距離は1回攻撃なし、陣内もないので反撃はなさそう、はい、投げて小肘小肘暴れ、これはデクい、怖い出ねえよ、怖い怖い、さあ出ねえよと言っていた小足そのあとプロだって、ひじえれくついに、ついに松田さん、あの硫酸が溜まり始まりました。さあ松田さん、ついに硫酸が溜まり始めました。出ねえよと言った次の小足が取られてしまう悲しさ。さあ吉原先生取り返す、はい、さあ、増田さんの活動限界時間が近づいております。踏み込んで悩しい一文字、ドリブカード、もうここは自分で繋いでいく、置き攻め大パン目、ここはしゃがみで連続ヒット、今ちょっと遅らせなかったけど、さあこれでいける、おい決めて最後はワイパーでゲージ回収。さあ松田さんの多分アンビリブカルケーブルは、はい、シュワシュワする泡の出るやつを補充しないと回せそうなのシュワシュワするシュワシュワですか、はい、そうすると多分プレイスタイルが一新しそうなので、ちょっとここでその補充は難しいかもしれません、はい、ちょっとその装着はこの時間帯はちょっと難しいですね、はい、ここはエレク打っていった、ダッシュに引っかかって、今のねネクラッパーもね動いたら当たるっていう距離なんですよね、うまいですね今のは。ここはちょっとミスったか、さあ水準だっけ、しかしここは投げて剣のターン TCM で昇竜ダブルで入る、さあこれ1本取り返す、さあお互いゲージはいい感じ、ここは EX サンドで画面足取っていくか、さあここは陣内決めて勝利がかかと、そして中盤どうか、ここ繋がっていない、さあ反撃打ってきたが、ここは勝利打ってきた、さあ練習はさせない、志村けここで取り返して6本目、さあ吉原さんとしてはここで離されたくはない、ここでピッチャーをしっかり打たれたい、感じたいところですね、次はあの3本離されるとね、やっぱり精神的に相当来るんですよね、そうですね、ここまで来てると、はい、だからどうしてもここは、吉原さん側としては離されたくないラウンド、あの試合となります、バリグルフさあ、画面しか逃がさない、あの裏投げがスタンチたまるんですよ、あれがアホほど倒るんですよ、あれが、はい、2発が当たる、投げ返してこれで一気に2割5分ぐらい増えますかな、ドリル上から乗る、さあ最後はファング、ファングだ、はいはい、確かに、はい、そうですね、ネクロは起き上がるのがかなり早めなので、はい、技埋めが苦労しているそうです、そうですね、起き攻めがなかなかしづらいというのがネクロの特徴ではありますけども、ここは昇竜、なんかドリルに照準合わせて昇竜打ってますか、さっきから連続ドリルを見せていてそこに昇竜合わせて打った、そんな感じでしょうか、下がる、さあスタンチの狩り裏回りだな、
ここはしかし志村君が切り返す。ここは5点かい。逃がさない。さあしゃがみに食らって連続ヒット。イエクサド、ここはしっかりガード。イエクサスまで逃げて切り返すが、最後はジャンプにタッチ受けが引っかかる。さあファイナルラウンド、さあ剣が舐め足で、一度距離を戻すが、ドリルかかと、ここでエクサード押し込んでいった。スリージャン体系まだわからない。ネクロはこれ全然ひっくり返せる。これは動いていた。さあエレクってここタッチカード、タッチパン差し返していくわ。さあネクロ側がこれでゲージたまる。ダッシュで、ここは最後前に出ていった志村けんが取っていく。志村けん7の、吉原先生の4となります。ちょっと俺数字変えるんで、はい、お願いします。はい、さあ松田さん、あまり違いを長引かせたくないので早めに仕掛けていってる様が。さあ、はい、さあどんどん仕掛けていく志村けん。さあ時間との勝負になってくる。活動限界が近づいてきてる。ここはスタンコンボで大取る。デンジさあ先ほどからこのブロワシ陣体が結構引っかかっている感じですが、さあチェックチェック、次バシバシ打っていきますね。ここは壊しデンジ確認から入れく。最後は投げていく。風タイプを落としていくが、さあ TC ここは2発目ガードしていけるから打ち切ってしまう。しっかり反撃入れて、風タイプ落としていく。和田さんね、あの、はい、いろんな人ってそうなんですけどね、空タイプすげえうまいんですよ。うまいですね、はい、上り中でバシバシ当てるんですよね。さあこれで志村けん8本目、はい、8対4ですね。さあここは吉原さんは何とかしても一本をまず取っていきたいところ。ちょっとさっきから攻めがちょっと単調になり気味になっちゃってるかなって感じがするんですかね。先生がどうなのかな。ここはどっちかっていうと、おお、これはダブル、お見事。投げて、さあ、ネクロが画面出して反撃。さあ上からバシバシ攻めていく。ロー投げが通る。さあドホンドホンの攻め、これぞネクロの画面端って感じですよ。ゴリゴリいきましたね、はい、さあ今度は剣の方が画面端。
さあ、リープの後につい食らってしまう品神の中肘からのドリル。ドリルじゃねえ、ファンドリル。かかとは投げて。下ばさあ、これで下ばしか。一度様子見たか。ここはユキサツマキ。仕切り直していく。ここはファジンライ。ここは立ちカード。さあ、カード硬い。ユキサードはカードして。ファンが通る。壊しで。これはちょっと擦りすぎたか。さあ、壊しデンジエレックのセットプレーというかヒット止めになったっぽいんですが、デンジが遠かった。さあ、さあ下振りを抑える。ポルスタッチが8割。投げから肘でピオラせる。ライトルイッド、中トルエレックまで。さあ、これで1本取り返す。8対5。あの最初あの吉浦さん対俺っていう話もあったんですけども、なるほど、はいはい、それどうしたんですか。あのいや、あ、多分俺だったら、あ、でもそうか、流血やりたいって言ってたんですよ。そうそうそう、はい、あの多分この星は多分逆になってますね。なるほど。はい。俺とでしたら。さあ画面端でスムーズな攻め。さあちょっと乗ってきたかな吉田さんが。おお見事、大ヒジまで決めて。というか逆に増田さんの活動限界時間が普通に来てしまったのが。やばいよ。やばいと思ってます。さあ、日暮らしが泣く中で止まってしまうエヴァ初号機になってしまうのか。さあ、バイパー笠田から追い打ち投げて。さあ、ここはコアパ人材切り返していきたいが、亀橋投げて投げて、もう一度投げて、ここはバイパーで入れ替わるが、EX 竜巻でさらに入れ替わる。やっぱね、お互いに画面足が肝になってきますからね。画面足はとにかく投げたり、しっかり見える飛びが通る。最後は空対空、ネクロの前に飛び通ってもその後難しいですよね。あーだね、あれね、ドリルから地上技ってすごい繋がりにくいはずなんで。あ、確かにそれは上から攻めるっていうキャラじゃないからね。あの水上からの置きジャップだけからエレクとかよく見るんですけど、はい、あくまでも空中技は相手を崩すのが目的で、そこからダメージを取るっていう感じじゃないですもんね、このキャラクターは。さあ画面端、さあこれで入れ替わる。さあ次で、ここはすごい挙動したな、今バラしていく、第1位EX バイパー通して。さあこれで8対6、分かんなくなってきた。さあ接戦通りましたね、吉田さん今。さあこれで15本目。こんな T 周目でこれはつながっている。さあちょっと迷って投げ、はい、ちょっと待ちましたね今ね。ああいう時の単発あの最大ゲージ回収とかって覚えとかないと意外と忘れるんですよ。なるほど、はい、どう技が一番ゲージが溜まるかって。はいはいはい、はい。さあ、ついたって食らってしまうファンブ。かわいらしい。コブラのフォローが効ける。ここが立ちだろう。
これはお見事、ダッシュにタッチバー合わせてエレクまで。カラちゃんから投げて、スリジャンからジャッキーが出ているが、イジここイエスタズマキダブル入らないが、イエスタズマが押してる。カリープ竜巻裏手、まだ分かる、割れる、最後は立場。さあこれで志村けんリーチになりました。志村けん9の、吉村先生6。ケンタとああいう時最後にあのゲージ食べながらフィニッシュするって一番何がいいですかね。なんだろう、大盤とかじゃないしね、多分弱処理とかなるんだよ。変なね、ジャックリックステールが、ね、なんか妙にゲージが盛りってたもんですからね。さあ、最初ラウンドになるのか、16個目、勝利、勝利。ここはピヨッているエレクマ打って、最後はバイパーで締める。あと1本のプレッシャーが、志村けんにのしかかってんのかな。さあここは陣内、さあ画面端でネクロならこの体力差も画面端でかけている下村。さあこれはお湯しみとる。さあこれが致死量に持っていけるか。さあしっかりあの大あの大、膝じゃねえ、大膝か、はい、大膝壊してるの超減りますからね。減るねあれね、しかもかっこいい。さあこれで志村けん9、吉原さん7。さあこれで吉原さんがあと1本取ると本当分かんなくなる。さあついに活動限界時間を迎えてしまったか。あとは暴走モードに耐えるしかないのか。志村けん暴走モード僕見たくないです。しかもそれか、ザ・ビーストがあるのか。ザ・ビーストもっと見たくないです。さあ壊してジェイク。さあこのネクロがマーク6に見えてきた。マーク6はまずい。まずい。さあ投げてくる。裏に投げていくか。どれ最後は落ち着いて投げて志村けんで1位。さあこれであと1本。さあ昇竜動いたところに当たる。投げてここは立ち付け取っていくか。さあ確認しっかりの中日エルク。はい、ただ気に入っておかない。イエクサードは落ち着いてガード。この勝利ここはダッシュに合わせて攻め決めていくか。手前しかないで、ここはチャクトル固めて投げて画面端に。これは熱い。さあ、もう完全に気合の大非常口が入りましたからね、今。さあ、この戦1-1取って第3ラウンド。勝利券投げて。ここは数字だったか。いや、草つまりでかめましょう、回避。さあ、ネクロが丁寧に詰めていくが、ジクサードをしっかりブロッキング、トリガー取る。さあ下りも打てる。
エクサード。さあ、もう剣側が無理をしない。さあ、どっかでネクラ飛ばしたい。エクサード持ってる。持ってる。2分。さあ、時間もなくなっていくが。立ち上げ。だよ、ついにマーク6。活動限界ギリギリ。さあ、いやすごい今の。これはすごい。さあ9対8。さあ17戦目。さあ最後に相手を捕食するのは捕食するのはどっちか。相手を食らうのは最後はどっちか。さあ画面端、攻撃から投げて。しかし当然さっきの勝ち方から言うとノリノリなのは吉原さんの方。しかしここで日和らず大勝利陣内投げ返して、投げて、今度は切り返していく。最後は小足から中足、再びリーチをかける。取れる。さあファンクで画面走る。トルネードから投げて38割。来たぞー、赤が入る。マジか。さあ切り返した。てか赤ブロの精度も高い、ね、すごいね、うまいっすね、本当に。ガシガシ取ってますね、はい。さあダイクアッパーからタイミングぶち込んで、さあ画面端逃がさず仕留められるか。ここは剣が前に出る。一文字ネクサード、相手を離していく。さあお互いここはこれはこれは動いていた。さあ我慢しているエレン決めてさあ決めたいました。さあついにやってまいりました。さあ皆さん翼をください。お歌う準備よろしいでしょうか。ついに来ました最終ゲーム。さあ19戦目、はい、フルカウントとなりました。さあ最終試合、さあお互い負けていない。じりじりとした立ち回りで相手の出し目しっかり技を奥段。ここが中足エクサード、バカ足ドリル、トルネードの2発目だけ当たるか。さあこれは中足からエクサード押し込んでいった。まあ体力的に無理はしない方向だったのかな今の陣内は。さあ剣側のリードが余裕を持たせている。ドリル中トロから投げて、ここはチラシエクサードを削っていく。さあ先にリーチをかけたのは志村けん。さあドリル着信トレード合わせて投げていく。さあこの勝利は寄ってしまう。追い打ち決めて、大ドリル、大トルネード電磁。さあ最終ラウンド、さあ最終試合最終ラウンド、
ポンポン。ここは中小流人体ねじ込んでいって体を出しろ。さあしかしスネークパンクで亀梨カナド、さあプロって投げる大文字自問自答があった終盤で切り返した。さあ着信ドリル固めて、エキサードは落ち着いてカナド具体化。さあプロって途中でジャッキーで割り込んで一番ディープからゴール勝ったのは吉原元木先生。今のリープはすげえ。はい、それでは一言いただきましょう。あ、俺か。お疲れ様でした。